公園でお祭りがあります。 Today we are going to learn how to use N1 で N2 があります。 I prepared this lesson PDF. Please download below. N1 で N2 があります。 N1 is place. N2 is event. 公園でお祭りがあります。公園でお祭りがあります。 The N2 is a ceremony or event, such as party, festival, incident, or disaster. あります is used in the sense of to take place, to be held, or to occur. 大阪ドームでコンサートがあります。大阪ドームでコンサートがあります。去年日本で地震がありました。去年日本で地震がありました。昨日ここで交通事故がありました。昨日ここで交通事故がありました。練習しましょう。 Please make the sentence using N1 で N2 があります。お祭り、公園。 Answer: 公園でお祭りがあります。公園でお祭りがあります。アンサー、東京でサッカーの試合があります。東京でサッカーの試合があります。体育館で卒業式があります。体育館で卒業式があります。アンサー、会議室で会議があります。会議室で会議があります。今日の勉強はここまでです。 See you next lesson. Bye bye.